かつてホームラン王を獲得したあの選手が今シーズンも苦しんでいます。その選手とはオリックスの36歳 T 岡田。2010年に33本塁打を放ち、王貞治氏以来48年ぶりとなる22歳でのホームラン王を獲得するも、その後は成績が安定せず、今シーズンも1軍でわずか3試合の出場で5打数0安打と低迷しています。衰えが隠せない T 岡田に引退がよぎる中、かつての恩師である岡田彰布監督が指揮している阪神に選手兼任コーチとして拾われるのではないかという噂がささやかれていますが、今回の動画では T 岡田と岡田監督との関係、 T 岡田は阪神に入ったらどうなるのか検証していきます。過去の実績と近年の状況。 T 岡田、岡田貴博、36歳、履正社高校、2005年高校生ドラフト1位。高校通算55本塁打を放つほどのパワー、ヘッドスピードが約150キロに達するという豪快なスイング、恵まれた体格から松井秀喜の愛称であるゴジラにちなんだ何話のゴジラと呼ばれていた岡田は、入団から4年間は1軍で結果を残せずにいましたが、2010年シーズンに飛躍を遂げます。2009年オフに就任した岡田彰布新監督から発案を受け、 T 岡田に登録名を変更した T 岡田は打撃スタイルも変えました。右足をステップしないノーステップ打法に変更したことで、低めのボール球を振ることが少なくなり、甘く来た球を確実に捉えられるようになった T 岡田は、打率2割8分4厘、33本塁打、OPS933 の好成績を残します。このシーズン、22歳の若さでホームラン王を獲得した T 岡田は、翌シーズン以降、オリックスだけでなくプロ野球界の主砲としての階段を駆け上がるかに見えました。しかし、2011年シーズン以降は、好不調の波の激しさや故障の多さが原因で、2010年シーズンの成績を超えることはできていません。2014年に24本塁打、2016年に20本塁打、2017年に31本塁打と派手な活躍を見せたシーズンもありますが、2年連続で20本塁打以上を達成したシーズンは未だありません。ノーステップ打法からすり足打法に変えてみたり、さらなる飛距離を求めてすり足打法から一本足打法に変更するなど、打撃フォームを変えることが多かったことからも、 T 岡田が打撃で試行錯誤していたことがうかがえます。2019年シーズンに不振で1本塁打に終わり、連続2桁本塁打が5年で途絶えた T 岡田は、シーズンオフにウィンターリーグに参戦するためプエルトリコに渡りました。プエルトリコウィンターリーグは毎年11月から開催され、日本からは飛躍のきっかけを模索する若手や中心選手が派遣されることが多く、当時31歳とベテランの位置づけであった T 岡田が参戦するのはかなり異例でしたが、T 岡田の野球に取り組む姿勢、苦しい現状を打破したいという決意が伺えました。プエルトリコでは23試合に出場して打率1割9分3厘、4本塁打でしたが、自分が思っている課題をいろいろ持ってきて一つ一つ潰していますと、目の前の成績ではなく試合ごとにテーマを掲げ前向きに取り組んでいました。T 岡田は2020年シーズンに16本塁打と調子を取り戻すと、2021年には17本塁打を放ち、オリックスの25年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。しかし2022年は打率1割4分9厘、1本塁打、 OPS440 と大きく成績を落とし、2023年は打率1割7分9厘、0本塁打、 OPS394 と1軍定着後初の0本塁打という屈辱的なシーズンになりました。チームがリーグ3連覇という偉業を達成した中、不甲斐ない成績に終わった T 岡田は、年齢的にも厳しい立ち位置に置かれましたが、球団から期待をかけられ、減額制限を超える年俸3600万円で契約を更改しました。今季の動向。プロ19年目、36歳のシーズンを迎えた T 岡田ですが、一塁手には昨年の首位打者、頓宮裕真、DH にはレアンドロ・セデーニョ、森友哉らが起用されることが多く、厳しい状況は変わりません。後がない2024年シーズン、
オープン戦で打率1割8分2厘といい成績ではなかったものの、自分の中で今年は打撃の感覚をがっつり変えたので、実戦の中で課題が次々に出てくるのは当たり前だと思っていますと語った T 岡田。実は今シーズン試行錯誤を重ねた結果、14年前にホームラン王を獲得した時のノーステップ打法に近いフォームに取り組んでいたのです。実際の打席の中では右足で小さくステップを踏み、ノーステップの時代ほど重心は落としていないものの、最終的に目指す形ではない、下半身への負担も大きいと、ホームラン王を獲得した2年後に一度は封印したノーステップ打法を再度取り入れた T 岡田。代打は一振りで相手のボールにアジャストしていかないといけない。ポテンヒットでもいいから、とにかく走者を返すためにどんな球にも対応できる形を作っておかないといけない。そのための形でもありますと、下半身に負担がかかったとしても、なんとかチームに貢献したいという T 岡田の決意があふれていました。そんな T 岡田でしたが、今シーズンここまで1軍で5打数0安打と活躍の場を見出せず、2軍でも打率1割2分3厘、1本塁打、OPS397 と昨年の成績を下回ってしまっています。T 岡田と岡田彰布監督。打撃フォームを見直し、今シーズンに挑むも、成績が下降している T 岡田に囁かれる阪神移籍の噂。T 岡田の年齢とここ数年の結果だけを見れば考えにくい移籍ですが、T 岡田と岡田監督の師弟関係を知っている方であれば、うなずけるのではないでしょうか。岡田監督がオリックスの監督に就任した直後の2009年秋季練習中に、こんなええ選手おったんか、と周囲をはばからず絶賛したのが、当時4年目21歳の岡田貴博でした。若き4番候補に対し、岡田監督は愛情を持ち、時に厳しく育てました。お前のパワーやったらそれで飛ぶ。開幕から1ヶ月間大不振に陥った T 岡田に対して、体の反動を抑えるノーステップ打法を進言したのは岡田監督だったのです。不調に陥った2011年シーズン終了時には、来年以降4番を打たすつもりはないと辛辣な言葉をかけるなど、厳しい一面も見せた岡田監督でしたが、 T 岡田は当時を振り返り、我慢して使ってくださったから今がある、僕の野球人生を切り開いてくれた方ですよねと感謝の気持ちを忘れていません。昨年の日本シリーズの大舞台、挨拶に出向いた T 岡田に対して、岡田監督はあがけよと笑いながらエールを送りました。今シーズンも結果を残せずもがいている T 岡田に対して、岡田監督自らが手を差し伸べ、最後のあがくチャンスを考えているかもしれません。阪神移籍が実現した場合どうなるのか。もし T 岡田が選手兼任コーチとして阪神へ移籍した場合、 T 岡田は阪神でどのような活躍を期待されるのでしょうか。まず一つ目は精神的支柱としての役割です。今の阪神は現役選手の年齢層が非常に若いという特徴があります。投手陣の最年長は33歳の西勇輝で、野手陣の最年長は32歳の原口文人、31歳の糸原健人です。西は後輩の面倒見がよく、糸原もチーム 1-2 を争うムードメーカーで後輩から慕われていますが、厳しい喝を入れるようなタイプではありません。昨シーズンのように全てがうまくかみ合えば若いチームは強いですが、今シーズンのようにチームがうまくいかないとき、気の抜けたプレーが起こったときにズルズルいってしまうのも若いチームの特徴です。そんなとき、 T 岡田のような経験あるベテランがベンチで睨みを聞かせることで、チームが引き締まり、いい方向に向かうでしょう。かつて阪神に在籍していた福留孝介氏のように、締めるところはきっちり締める役回りを期待します。2つ目は佐藤輝明の指導です。入団以来3年連続20本塁打を達成するなど、甲子園球場を本拠地とする左打者として素晴らしい活躍をしている佐藤ですが、好不調の波が激しいのが欠点で、これというものがつかめていないのか、打撃フォームも毎年変わっています。守備でもポカが目立ち、
8月17日の中日戦では9回2アウトショートへの安打でショートから3塁にボールは転送。佐藤は3塁大西コーチを3塁走者と思い込み、3塁走者をたやすく生還させてしまいました。5対5の同点に追いつかれ、そのまま引き分けました。大事なところでの状況判断も今一つ成長していません。不調により2年連続2軍落ちも経験しており、今一つ殻を破れていない印象です。2022年に糸井嘉男氏が引退して以来、阪神には佐藤以外の左の長距離砲がいなくなったため、助言をもらえそうな同タイプの選手がいませんでしたが、もし T 岡田が阪神へ移籍すれば、同じ左の長距離砲として佐藤にアドバイスを送れるはずです。ノーステップ打法、すり足打法、一本足打法と打撃フォームを試行錯誤し続け、かつてはプエルトリコまで行って打撃を探求したプロ通算204本塁打のベテランの助言は、必ず佐藤にとってプラスになるでしょう。3つ目は代打での起用です。前日の通り、阪神には左の長距離砲が不足しています。左の代打の切り札は糸原健斗で、選球眼の良さと巧みなバットコントロールが持ち味です。三振が少なくフォアボールをもぎ取れる糸原は、回の先頭打者として出塁を期待して起用するか、ワンアウト三塁と前に飛ばせば高確率で点が入るという場面で起用すると素晴らしい活躍をします。しかし長打が少ないため、万が一ホームランが出れば試合がひっくり返るという場面で登場しても、相手バッテリーに怖さを与えられません。 T 岡田を獲得することで、一発逆転の場面で代打起用をすることができます。三振も多く、捉えられる確率も下がってきていますが、飛距離は未だ健在。投げミスをしなければ抑えられるが、投げミスをすればスタンドまで持っていかれる可能性がある。そんな選手が終盤に代打として控えているだけで、相手バッテリーにプレッシャーを与えることができるでしょう。 T 岡田自身も、投手が打席に入るセリーグに移籍することにより代打で起用される場面がパリーグの時より増えるでしょう。36歳という年齢で直球への対応が難しくなってくることも考えられますが、力で抑え込むというよりは、技と配球で抑えていくという傾向があるセリーグの方がかえって活躍できるかもしれません。守備力が低く、スタメン起用される可能性は低いですが、数多くの経験をしてきた T 岡田は、選手兼任コーチとして様々な形で阪神に貢献してくれそうですね。T 岡田の可能性を探ってきましたが、いかがでしたでしょうか。ご意見ご感想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンをよろしくお願いします。次回も興味深い阪神情報をお送りしますので、チャンネル登録をしてお待ちください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。